山崎大地。山崎大地は神奈川県鎌倉市出身の実業家である。株式会社ASTRAX代表取締役。有限会社国際宇宙サービス代表取締役。千葉県柏市男女共同参画推進審議委員。バージンギャラクティック社の宇宙船、スペースシップ2、およびワールドビューエンタープライゼス社の宇宙船、ボイジャー搭乗を目指す民間宇宙飛行士。国連世界宇宙週間ナショナルコーディネーター。米国宇宙学会日本支部長。父親は大手電機メーカーのエンジニアであった。小学生の時、スペースシャトルのプラモデルを作り、宇宙船に興味を持つ。中学校に入り、ボーイスカウトとして渡米したワシントン DC にあるスミソニアン航空博物館で、実物のアポロ宇宙船やスペースシャトルの映像を見て感動するが、その直後にチャレンジャー号爆発事故を見てショックを受ける。また自作した天体望遠鏡で土星の観測を行い、いつか宇宙に行きたいと考えるようになる。東海大学工学部航空宇宙学科に入学、映画アポロ13を見て感動し宇宙船の運用管制官になることを決意する。国際宇宙ステーションの運用などを担当する三菱スペースソフトウェアに就職後、希望のフライトコントローラーとなった。2000年には、米国航空宇宙局で行われた国際宇宙ステーション運用管制官、実運用訓練生に選ばれ渡米。同年、角野直子と結婚した。2002年に長女が誕生した後、2003年のコロンビア号空中分解事故が起きたため、妻、直子は、ソユーズ宇宙船のフライトエンジニア資格取得訓練のため、ロシアに長期滞在することとなり、父子家庭が続くこととなった。2004年からの妻、直子のスペースシャトルのミッションスペシャリスト資格取得訓練のために、会社を退職し主婦として、娘を連れて渡米した。2010年、スペースシャトルディスカバリー号による STS-131 ミッションを宇宙飛行士の家族として支えた。2011年10月、妻、直子がアメリカ合衆国で次女を出産した。2012年2月、離婚届を提出し、山崎直子と離婚したと報じられた。ありがとうございます。